はい、配信の状態どうでしょうか。マイクとかゲーム音声とかね、何時頃開始でしょうかが聞こえてるから多分大丈夫かと思います。大丈夫大丈夫です。本日は5対5の2ライフ制、キャラは、自由で自由でガンガンいってみるって感じですかね。はい、まあなんかこのルールが結構定着しつつありますがすごいね、楽なんですよね、いろいろと。しかしこれワンピー側強いな。ワンピー男さんもいますし強いですねこれね。そうっすね、まあ僕のいるチームはまあ強い、強くなっちゃいますよね。自分で言った。はい、まあ、それは当然でしょう。さすがに。はい、さあじゃあこの試合終わったら OK です。準備整ったので、はい、開幕、しのぶさんと池袋デブさんはちょっとお集まりください。さあこれがラストの試合ですよ。ご期待する。あ、終わったー。もう終わっちゃった。はい、じゃあリセットしますか。はい、じゃあ皆さんそろそろ始まるんで集まってください。そう、水さんがエース。というわけでですね、1P 側1番忍さん、 2P 側1番池袋デブさん、座ってください。なんだっけ、 2P 奥です。あ、 2P が奥ね。はい、で 1P 側杉さん、男さん、友澤さんと 2P 側デレローさん、京さん、アク君くんも準備しといてください。で、これ2キャラ使えるってこと。2ライフ制でキャラ自由です。はい、あ、じゃあもう全部2回とも同じで OK。 同じ、まあ2回とも同じでもまあいい。はい、じゃあというわけで第5回木曜東西戦よろしくお願いしまーす。というわけで最初、しのぶさんは本当の名前はなんか結構オフレコらしいって。あわ、そう、これ大山的にはね、しのぶっていうサード勢もいるんですけど、いますよね、そこと違うプレイヤーなので。そうですね、サード勢のしのぶさんとは違います。違います、はい、このしのぶ、ようしのぶ、仮の姿らしいのでいろんな意味で忍んでるらしいので。なるほど、はい、さあまず、あ、これ 2P 側池袋デブさん、これ S バイソンですね。S バイソン、 S バイソンちょこちょこ見るんですけど強いんですかこの S バイソン。あ、 S バイソンはですね、そのまあもろ刃の剣なんですよね。そのただ戦法としては、はい、ショーストレートを連発するだけなんですけど、さすがにバイソンだとゲージないと渋くねえとは勝手に思っちゃうんですけど、厳しいですね。基本的に厳しい。なるほど、X バイソンにないものがかなりあります。減ったー。あー、あーコパン連打ヘッドで前だった。さあ続いて現れたのは杉さんですね。杉さん、まあでもね、ガイルでもいいよいですからね。そう、さあ杉さんは何を選ぶのか。お、ガイル、ガイルエスバイソン意外と難しいよ。おお、これはやっぱりエスバイソンになってしまうのか。あーやってしまいました。スーパーでやれ。いや、っていうかね、これはちょっと自らの首を絞めにいった形ですね。これ断然 X バイソンの方がいいのに。このゲームのミラーマッチよくわかんねえな、本当に。突っ込むだけです。突っ込んで大パン重ねて、そう、突っ込んで大パン重ねるのがすげえ強いんですよ。なるほど、はい、要するに前のめりのやつが勝つと。はい、そうです。激しいですね、開幕は。まああとお互い S キャラなので、はい、まあ普通につかみループ。ああ確かに、投げ抜けできないですか。ですがお互いなんか
つかみいきませんね、あんまりね。もうなんかストレート強すぎて投げに行くとかいう次元の話じゃない気が。違うね、これ違う次元だよな。あ、タッパ、あー、つかみに行った。歩きのが早い。さて、バッ、俺かよ。さて、続いて現れたのが3番手の男ガイルですね。さあ、これはどっちも使う男くんの方がまあまあキャラ特性知ってるのかなって感じはしますけども。うわー、3まで切って投げる。あ、ヒタのね、ガッとしたエスキャラにはやっぱりこれ、まあ、やっぱ投げなんだな。投げなんだな、これが。杉さんから味方ながらムカつく動きと言ってますけど、チーム戦だから、チーム戦だから。この、まあ、ねえ、ソニックのストレートの相打ちだけ見るとなんか、なんか違いすぎるだろうとか思ったりしますけど、そうですね、やっぱ案外やれるということなのか。うわ、一生それ。うわ、サマー、息のいいサマーが。あー、でも、もう俺なのか、すいません。さあ、2P チームの方は、次デルロさんですね。さあ、実況対決ですね、いつも2人の頃に。さあ、デルロさんはいつもは竜ですが、今日はブランカでですね。対する男さんはちょっとなんかガイルに戻ったんですね。さあ、ヘビースタブが当たって、まず1本目は、男さんがお願いします。さあ、垂直によく男さんはもともとガイル使いなので、まあ、この辺やっぱすごい分かってる感じですよね。さあ、リバラン当たって、そこから噛みつき、さあ、やばいって悲鳴聞こえてますね。さあ、エビスタブから、さあ、2本目は、デルロさんが取り返して、さあ、エビスタブ連携ですね。10秒で残り体力をお互いますか。さあ、ここからダブルサマー出てしまう。では次 2P チーム、京さんお願いします。さあ、続いて出てくるのが、京さんの竜ですね。さあ、100年遊べるカード。さあ、おわっと裏切った。さあ、ゲージが欲しいところではあるが、波動ソニック、波動ソニックで。これガイル使ってる身としては全然100年遊べないカードなんですけど、本当にガイル有利なの、これゲージ溜まった後。獣見ちゃうとちょっと、いやあれ基準にしちゃうとさすがにですけど、やれるもんなのかしら本当に。そうですね。あー、ナイス勝利。見てる？シンクデモン。やー。オーケー。さあ、1本目は京さんの竜ですね。いや、勝利出ますからね、京さんね。集まりだけね。裏じゃない。ご覧になったか。ワンピガも出るからツーピガがより出る。なるほど、はい。で、昇竜、タルー波動を押してサマーが1ヒット。ガス当たりダメだよこの。おやる。もう単発当たったらこけてあげてよ、あのスーパーコンボ。
さあ続いては友座さんのチュンリーですね。女が来ましたね。女なんだけど男なんだよな。チュンさんピヨって投げる、投げて、これはガムってますね。うわー、うまい。大丈夫、パスだったね。うまい、うまい。ただ竜巻がない、そうあれね、台離しにくくなっちゃってる感じがしてね、台になっちゃうんだよね。あー、なるほど。そう押してんだけど台になっちゃうってある。これもよくやります。ていうか2ヒットになるのがやばいでしょ今。そう、ね、なんでさて女しっかり落とす。あ、これはラッキーだが、準備ゲージが溜まる。うわー、怖い、マジ怖い、怖い、マジ怖い。波動拳波動拳じゃねえわ飛行拳シンク打って、シンク打って、さあただゲージ状況的にはチュンリーが有利。お、昇竜出る、取り囲はいいですよ。さあ、さあゲージを前にダウンして裏から投げる。これはもう一回投げる、もう一回投げるからの、おお、ファイヤー当たる、ファイヤー当たっちゃったか。ちょっと動きたくなりましたもんね、あそこね。あ、確かに動きたくはなったこでしたけどね。さあ開幕下がって気候モード、波動波動。さあ画面端は、あ、やべ、球の打ち合いで浮く、近づいてくるぞ。ダイヤして落とす、うまい、うまい。いやーでも、ね、いや怖いな、これは怖い。投げる、これは竜が美味しかったですね。あー、はい、見てるあー、いやー優しいバルログ出ましたね。優しいバルログ出ましたね。ハクくん、ハクくんもね、いろいろ使うんですが、そうですね、基本的に使うキャラが結構そのあの結構ね弱いキャラになりがちなんですよ。なるほど。そう。お、一発目からいきなりキャミーが。さあ早速2キャラ持ちです。はい。まあ同じでもいいというルールですが、そうですね、女対決。はい。ノータイムでキャミーを選択。はい、さあキャットファイト。キャットファイト。どっちのメスが勝つか。結構ごついんですけど。うまい。フーリガン。からの、これは表だが、キャノンスパイク、うまいな、この女強い。やっぱりね、キャミーはね、女なんですけど結構男属性が強いキャラなんですよね。突っ込んでいく、はいはい、まあ、女版ホンダみたいな感じですね。女版ホンダよくわかんないホンダかな。いや、しかしね、やっぱり突っ込み方がね、やっぱ上手いんですよね。うわ、今のはグロい今のはグロいが、リバーサー。さあ、チュンリーきついぞ。うわ、この前フーリガンは見えないって。いやー、上手いな。これがハクキャミー。最近ちょっとキャミー業界盛り上がってますからね。盛り上がってますね。トッピーさんもね、結果出して。さあ、続いてはリュウさん。リュウさん、1キャラ目ですね。さあ、キャミーに対してリュウさんは何をいくかというと、まあ、リュウとかですかね。そうですね、まあ、リュウ使ってるところ見たことありますかね。お、まあ、白いリュウですね。キャミーには玉キャラです。玉キャラと、はい、キャミーには玉キャラです。あっ、と、危ねえ。よく昇竜で返した。でも右側にスパイラルだが、昇竜が出る。うわっ、これはフーリガンからの表投げる、強い。いやね、これマジね、食らうんだよ、怖くて。あの場合になるとやっぱね、なかなか難しいですよね。
重ねにねキャノンスパイクとかやってくるから、ビビっちゃってね、なかなかね、なるほど、縮こまったところを縦投げると、そうですね、投げがねよく通る、通っちゃうんですよね。さあ中距離もね技の振り方うまいな、ハック君、これは美味しい。しゃぐ率ダウン取って2攻め、ダイヤシ素晴らしい。やはりこの辺の間合い管理はやっぱりリュウさんもしっかりしていますね、ますね。昇竜拳、昇竜拳がなくてやばい、ピヨって死への死への直行コンボ、いや終わる時は一瞬ですからね。このキャミーは本当に火力高いんですよ。高いですね。やっぱホンダなのでは。あ、ホンダなのかもしれないな。そういう意味では。さあ続いて忍さん2キャラ目ですね。さあ忍さん何が出てくるのか。さて結構ワンピー側強いなって思ったんですけど、意外とまくられてきていますね。あ。さあここで緑の竜を選択した忍ですが、フーリガン決まって投げる、白に強い、白に強い、フーリガンキャノンで追ってくる、バックジャンパー読めてるぞと。そうですね、ここからさあ厳しいが、そうですね、もうね中足ブンブン振っていい間合いですね。そうですね、で体力ですね。しのぶさんうまい。しのぶさん昇竜見てる、ルーリが見てから昇竜、わラッキー、交錯してしゃがんでよけたぞ。竜巻引っ掛ける、さあしのぶムーブがうまい、見てから、あれ見てるのやっぱ見てますか。おー真空キャンセルだからガードで OK でしょうってことですね。お、ダイヤシーを絡めたところ、さあめぐりやすむ、あーあぶね、あれ入ったらピヨッて死ぬ、あれ入ったらピヨってました、はい、まあでもや、杉さんやめてそういうのっていう、やめてそういうのはやばいわ。昇竜にフーリガン、うまい、投げる、これは投げてやばい、投げてダイヤシ、いやうまい、きついぞこれ。ハッキャミー3連勝ですね、さすがハグニーといったところが。さあ続いて杉さん2キャラ目ですね、何が出るかな、何が出るかな。常識的に考えればガイルなんですけれども、彼はもうそんな狭い世界に生きてる人間ではないので、そんな狭い水槽で泳いじゃいねえぞと。泳いじゃいない、ほら待って、もう動いてないじゃん。S か X かないじゃん。そうだね、あれもうそもそも X か X かで迷ってたね。あ、ガイルはもう範疇、もう視野にないなかった、もういいっすってアウトオブ眼中でしたね、ガイルが。そうですね、投げられて多分、ガイル有利ってのを知らないんですよね、多分ね。いや、もう杉さんもバイソン一本で行くぞと。そうっすね、現れでしょうね、はい。でもねこれむずい、意外とねむずいんだよこれ、そう、まあ、グランドで突っ込んでいけばいいんだけど。なるほど、美味しいよ杉さん、グランドが刺さる、おわおわおわ、削り殺し、削る、杉さんといえばこの短パ、ね、はい、短パンチ、短パンチの申し子、うわグランド、さすが短パ、ためすぎの何何恥じぬ戦いぶりですね。クレイジー出してから単馬出てくるもんね。あ、そうあ、そっちなんだって思っちゃう。そっちかいって。そうで、この単パンチもね、クレイジー貯めるために打ってないですから、ね、ちなみに言うと、もう当てたいだけだ、そう、当てたいだけなの。あーキャノンで迎撃、よくガードした、おナイスガードだが、裏から蹴られる。次にもね、着々と成長してますからね。そうですね、はい、しかし面白いぐらいに刺さるな、これうまい、これは角腕短波切られて、フーリガンやばいぞ、置き攻めがやばい、思ってフーリガン、あっという間に追いついた、投げる、投げだよね、うますぎなんだけど、マジでうますぎだな、はい、さあ男くん2キャラ目ですね。
バイソン地獄嫌です。なぜバイソンが並んでしまったのか。さあ続いて君のは男くん2キャラ目バイソンですね。ヘッドできる、あのキャノンには押し置き。おお、クレイジー割って入る。さあおっと、これはいや、これはいや、でも当たってたらねだいぶヤバかったですからね。ボイキャノンそうか、バイソンだから全然反撃できるのかな。いけますね。いて、しっかり仕込んである。いやグランドいい技だな。投げてからの表、もう一回フーリガン。続いて表、たったった。さあでもこの状態全然ある。おー、しっかりとがめましたね。おお、見てから対応。これはおお、おいしい。ダイパー入って1、いって、あっ、あっ、いやー、ここで男が止める。おっとそうですね、あの、ハク殺意が高かったですね。そうです。さあ続いて松木雄さん1キャラ目ですね。はい、2P 側は松木雄さん最後の1キャラ目かなですね。 S 剣ですね。 2P からかな。さあバイソン S 剣。さあこれは膝がないのでどうなんだろうな。え、まあ、なんか個人的には X キャラもかなりいけるような感じがしますが。お、うまい。お、うまい。しっかり押し置きが、この針がきついか。ただクレイジーソードたまるぞ。あーたまってピヨール、やべえでしょ。さあこれは、最後はどうする。おーっと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 。昔のゲームだからしょうがないけど、ダメージ量に差があるのダメだよあれ。モリモリ減ってきますからね。全然わかんないもん。これがバイソンのね、いいところですね。まあ確かに確かに。あのセンレスとかのあのバカみたいなヘリングとかもらえますからね。ちょっともしもしカットちょっとあのいろいろ言いたいことがあるんですけど、お電話案件になっちゃいますからね。いつの時代の準備は強い。しっかりコンボから、お見事。うまい。さあ続いて池袋デブさん2キャラ目ですね。やっぱり思った通り、スベが。いや、これね、マジでやりづらいなんか知らんけど。え、でもあれ、わ、え、なんだっけ、デビリの、はい、あれ以外が配信変わんないよ。どうなんでしょうね、僕も、あの、正直、大山以外でスベが見ないし。よそでも全然見たことがないもん。この前、バーサスのあれ、東西線でこれにこの人に当たって怒られましたね。あんまり思い出ないんですよ。どのくらいその違うのかがわからないとこですが、でも使わないのデミリが。さあ2位当たって、おお、重い、あ、答え答え潰す。そういうことね、垂直ダイパンやりゃいいの。さあ答えが見えたようなことで、あー、ね、最後で引き逃げ。分かってても出せないのよ。ほらほら、これ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 は、あすげえな今の。あんな風に戻ってくるんだ。でもあれ小中大であの軌道が変わるってことなんですかね。いや分かんない。あ、高さが違う。あー、なるほどなるほど。正直ね、ナイトメアがない分使えそうなイメージ。そう、どのくらいあるのかと思ってますけど、ああいうネタもあるもんですね。あー、おお、さあしっかりクレイジー。まあそりゃね、話で、次はあ、デレロー。次はデレローさんです。トイレ行ってる。デレローさんの2キャラ目ですね。まあ龍でしょ。あ、どうもハクです。最近なんか日本占い協会とかいうなんか迷惑メールが
半端じゃないハクです。よろしくお願いします。杉さん、流線は得意ですか？っていうか、バイソンやってると流線が一番楽しい。あ、本当ですか？あ、じゃあ、だから今だから、はいはい、男さんは絶対にテンション高いやつなんかでも男バイソンは結構竜を嫌ってるような話でしたが、一番楽しいけどね。あ、本当ですか？なるほど。今なんか小足で止めたな。ペットで逃げて、なんかバイソンが小足の音が、おっと高めだったが投げて、あー、これピヨらない。あれはうまい。ピヨらないが、あーっとアントビが早かった。で、京さん、京さんですね。まあじゃあケンちゃん順当に。これは男が逆立てしてるかな。追いついて3連勝、4連勝。ここで京さん、ああなんか大パンだったが後ろに行っていた。これは珍しい。あーっと、うわ、竜巻出していたが寒波が溜まっていた。ああいうふうに攻めたいのか。あー、バックジャンプ台形。あ、どうけん。あー、ちゃんとガードしている。あ、どう、殴られない。あーっと、これは見てからクレイジー。あーっと、ワンだった。あ、俺だ。いってらっしゃい。ってことは次もまたキャミ。そうですね、ハク君2キャラ目は何でいくかな。お、DJ。やりづれ、これも。はい、DJ の恵まれボディが。そうですね、あの判定とか強いですよね。投げてダメ。おっ、ゴチゴチ。飛び込みから序盤2発当たんないよ。見てられへんもんね。ゲージが溜まっていきなり離す。いやでも DJ は正解みたいな気するな、あれ。おお、スライディングの高速しっかり台刺す。はい、しっかり反撃。おいしい。おー、ちょっとタイミングが合わなかったか。投げ返す、うまい。そうそうそう、これありあり、うん、バイソン起き上がるタイミング遅いからね。うん、なるほど。おっ、エアスラ踏んでスリーを返す。おー、今は投げ返されて、とはいえこの体力いって、ヘッドが届くよ、ま、投げる。おっと、DJ も起き上げるタイミングなんか遅い気がする。なるほどね、はい、なんかありましたよね、起き上げるタイミング。そう、違う、違うんだっけ。力によって違うんだよね。違う。でそれにあの恵まれボディでしょ。ちょっと攻めるのが嫌になってくる。あ、いや、あ、チューでこかす。さあ、距離を取りたいとこだが、スライディング裏から、はいはいはい。あー、引かれなかった。生きてるってす素晴らしい。いや、なんか死に、死にそうやね、これ。よー、しっかりハク DJ 勝利、おめでとう。じゃあ、副将友座さん。さあ、続いて出てくるのは副将の友座さん、2キャラ目ですね。お、バイソンですね。バイソン地獄、バイソン地獄。さあ、ニカさんからの友座さんのベガですね。ニカさんからなんや。ヒーローは私だね。確かそう。このカード DJ 有利と、ね、なるほど。そう思う。おお、投げる。そうそう、あれやりたい。ヘッドはスキレなヘッド。おお、コパン重ねて投げに行くと。でも今ほんまにキック系の技、通常だとどことか止めてる、はい、ね、そこはもう杉さん。うまい、しっかり見てる。当たらないのかね。おーっと、ヘータで謎のマシンガンが出て台足は刺される。うーらっと、さあ、しかしバイソンゲージがあるぞ。危ない。あ
あれや。おお出たー DJ の謎判定ラウンド3 DJ はね全体的に技はまあ長くはないんですけど判定がゲロ強いというのをガイルやってて、うん、なんか矢の中足で潰されなかったペシってねあれほんと嫌いててて。さあしかしゲージはかんおーおーしっかりガードさあしかし端だぞあいてててててエアサイで切り返すおヘッドでおお投げはしっかり見てましたとじゃあリュウさんお願いしますいやーやはりね使ってるやっぱキャミー使ってるからですよねやっぱ投げの対応がね投げ返ししっかりしますねさあワンピガー大将リュウさんのベガですねベガ DJ は結構 DJ が強そうな感じがしますけど投げておーっとコンボミスるがあのジャブショーキックで耐えてくる強い強いねめっちゃ開脚してるよねマイケルクエストみたいなあそうそうそうねおー投げるさすが投げの嗅覚はさすがといったところかおっ X ゲーマーさんこんばんは最後で裏から投げる小足投げ受け身はないヘッドで削ってあー踏まなかったさあこれはまあゆっくりクルージングというかあれですかねゲージもあるしいつ出してもいいの出してもいいじゃないあー無敵やっぱ切れちゃうからねあっ出て出て出てうんおヘッドで削るかなさあリュウさんの勝利ですねさあ大将戦ですまたでサガットでしょベガのでしょあーまあどうなんだろう割と機能するのかないや本当にベガでしょさあ出てくるのは2ピガー大将松清さんの X サガットですねなんだかんだでサガットよベガに分があるとなるなあ、いい勝負であるとなるほどお光ってる間に合っちゃうやっぱ体でけえからなそうそうさあこれリュウさんリーチ体操使っててもあれよう狙うもんねそうねチラシで蹴られてしっかり対空ただダウンは3ビリバってああいう軌道がいいよねうわーっとタイガータイガーで投げる知らないが追ってくるがおおしっかりリュウさんが決めたというわけで第5回ニュートン木曜東西戦ワンピ側の勝利ですおめでとうございますわーあやっぱおね男バイソンがだいぶ活躍しましたねまあそうですねはいおかげさまで投げ返しできなかったな悔しいなダウンした後のね竜の後ろに行って中足埋めるやつね、うん、あの一緒に練習したけどそうちょっと出なかった出なかった出てたら勝ってた出てたかった出てたら勝ってただけ出すぬるっつってあとは出すだけあとは出すだけということでね、はい、まあ目標東西戦第5回いかがだったでしょうか、はい、まあみんなけなげに、なんとかね卒しに来ておりますそうですね、はい、でまあ来週、まあ、やるかどうか分かんないけど、はいはいまあ、とりあえず、まあ、いつも通りの試合の配信は、まあ、だらだらやっていくので皆さん、まあ、よかったら見てってください、ね、じゃあ今日は本当にありがとうございました、はい、お疲れ様でしたありがとうございましたおはようですじゃあ配信の方見てってくださいなはい。オーリオ君。オーリオ君。
あの10先見たかったら、あの自分から10先のね立候補してくださいね。破天荒さん VS 誰かになります、その場合。必要とあれば場は僕用意するんで、はい。はい、そんなわけで本日はワンピガー勝利ということで、現在の試合配信しておりますが、まあ、現在、こんなご時世ではございますが、一旦引き続き、まあ、なんでしょうね、毎日毎日その社会情勢が変わっている現状ですので、配信含めてイベントがどうなるかというのはなかなか次回開催予定は言えますが、確約ができないところが心苦しいところではあるんですが、現状つどつどのジャッジをしつつ、なるべくできることは毎日毎日やっていければなというふうに思ってますので、ぜひタイミングが合いまして、お気持ちある方は遊びに来ていただければと思います。というところで、とりあえずは、まあ、10時半とか40分くらいまでの試合をちょっと流しつつ、またタイミング見てちょっとマイクで一声かけて本日終了という風にさせていただければと思いますので、しばらくはの試合配信をお楽しみください。今日はありがとうございました。Round one!
Thank you.
We'll be right back.
ああ。はい、現在、10時45分を回りまして、ノジ配信やっているところですが、まもなく配信の方へ復旧したいと思います。ちょっと来週がどうなるか、現状は予定はしておりますが、皆様、もし、このイベント、来週もやってよかったら、引き続きよろしくお願いしますというところで、対戦終了後に配信、ストップしたいと思います。というわけで本日終了となります。ご視聴してくださった皆さんありがとうございました。